さんこんにちは、自然写真家の寺澤貴樹です。冬至、そしてクリスマスが終わりました。わあ、もう今年もね、残すところあと数日ね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。天売島はね、もう本当に厳しい冬がね、ここのところ続いてます。今日も雪がね、降って風も強くて、フェリーが欠航してます。さあ、バード・オブ・ザ・イヤー2021ファイナル、ケイマフリの登場です。一番好きな鳥なんですけれども、スタイリッシュで非常にね、単純な配色、黒、赤、白でありながら、とってもね、美しいですよね。そういう見た目だけではなくてね、とにかく運動能力にものすごい優れてて、それからね、ペアの非常にこう情愛のね、深い求愛行動もね、これまた魅力なんですよね。そういう、躍動感と、それから、非常に熱い内面、両方をね、兼ね備えた鳥、なかなかね、いないと思います。激写ケイマフリ、どうぞご覧ください。今年撮影した写真を、ね、写し出してるんですけどもね、3月の27日が一番最初、青い海にね、かすかに遠くからそのピピ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 ピッとこういう綺麗な声がね、聞こえてくる。でボートをね、そちらの方に向けてこう進めていくと、ケイマフリの大群がね、海に浮かんでいた。多少分散しているね、個体も含めて100羽以上はね、いたと思います。でその日はね、もう利尻富士が非常に美しい日で、その利尻をね、バックにして撮ろうっていうことで、ボートをこうね、動かしながらアングルを探って決めてったっていうね、ことをね、本当に思い出しますね。利尻富士には非常に、お世話になってます。ケイマフリのその躍動する姿でね、やっぱり最も印象に残る一場面選ぶとすると、水面からね、飛び立ってく走りですね。羽をこう非常に速いスピードでね、羽ばたかせるのと同時に、足でね、水を蹴って、まるで本当に水面をね、駆け抜けるような格好でね、飛び立ってくるんです。その時に、跳ね上げるこう水、一瞬の何とも言えない美をね、こう表現するとしたら、一枚の写真だというふうにで僕は思ってますね。皆さんにケイマフリの写真をね、新しい視点でちょっとお見せしたいなと思ってます。で僕の使っているメインの機材がソニーの α1 というカメラなんですけれども、1秒間に30個も撮れる連写機能を持っているんですよね。でそのカメラでですね、ケイマフリの飛び立ちの瞬間を49コマ続けて撮れた写真がありました。約 1.6 秒間ケイマフリの、ね、飛び立ちを追い続けたことになります。皆さんがテレビなんかで見ているあの映像ですね、これも30枚の写真あるいは絵で動きをつけて見ているっていう、そういうものなんですよ。で今回ですね、その僕が撮った 1.6 秒の49コマを動画にしてみました。つなげて、じゃあいいですか。2000分の1秒で撮った写真なんでね、1枚1枚はこうピタッとこう止まった写真なんですよ。流れるような感じではなくて、細かい写真がこう連続してるなっていう印象はね、もしかするとあるかもしれない。もう一回見てみましょうか。これを4倍の長さにして見てみます。ゆっくりです。秒間30コマではなくなります。1秒間に 7.5 枚の写真を入れて、で 1.6 秒だったものを 6.4 秒の映像にします。今度は1枚1枚の写真が、ね、見やすいかもしれない。はい、ちょっといってみましょう。さあどうでしたでしょうか。この49枚の写真の中にね、このケイマフリの海をこうかけてね、飛び立っていく瞬間瞬間のね、とっても
いい写真がね潜んでいるんですよ。ほとんど全てがねもうジャスピン2000分の1秒のシャッタースピードでね撮ると感度はね ISO 4000ぐらいになります。それでもねもうほんと美しい画像でしょ。全く問題ありません。激写ケイマフリいかがだったでしょうか。これからもね、自分の写真や映像を通してケイマフリ、他の海鳥、そしてこの手売りと、さらにこの地球、皆さんにお伝えしていければなというふうに思ってます。どうか2022年もねよろしくお願いいたします。来年もいい年になりますようにね。じゃあ。